今日は交通罪というテーマで話をします。交通罪というのは、一昔前は三関系とかですね、四関系と言われて、今は新しく出たですね、SSRI とかですね、SNRI とか、こういうものが交通罪の主流になっているということですね。で、SSRI の方はこのセロトニン選択性で、こちらはノルアドレナリン、ノルアドレナリンとこっちですね、セロトニンの選択性ということでになっているわけです。で、そのいずれもですね、うつになったときですね、うつという診断をされたとき、このうつの診断もちょっと大変難しいのは難しいんですが、診断されたときに、ほとんどの病院でですね、こういうものが出てくるということです。で、通常は使い始めて2週とか6週ぐらい飲んでるとですね、それなりの効果が出てくると。で、薬の種類によっては最初から必要量をどんと使ってもいいお薬もあれば、徐々にですね、薬を上げていかないと、上げるような使い方をすると。なぜかというと、一気に入れるとですね、副作用とかそういうものが出やすいということなんですよね。で、そういう薬は徐々に上げていけばいいということで、大体どうでしょうかね、うつって診断した人のかなりがこれで2、3ヶ月のうちには元気を取り戻してですね、で最終的には薬も切ることができるということになってきます。で、それでですね、薬を切って、その後ですよね、この辺でうつと診断されてお薬をこう飲んでですね、で、大体よく言われるのが6ヶ月から1年ぐらいの間ですね、飲んだ後に、徐々にこう減らしていくわけですけども、でその後一旦中断したら、もうこれで一生使わなくていいのかっていうとですね、いわゆる 再発するケースというのはやたら多いんですね。で、これはいろんなデータにもよりますけども、ざっくりですね、半分ぐらいは再発するというふうに考えた方がいいですね。で、そうなって今度また再発すると同じような治療をして、で今度はおすすめしているのは、一生使っていきましょうかみたいなことを言われてしまう、こういうのが今 の日本で使われる抗うつ剤、主に SSRI とか SNRI の RI の使い方ということになってきます。で、ざっくり話すともこれで全てなんですけど、これの中にはですね、今日は主に話したいのはその再発の問題ですよね。これをどういうふうにカバーしていけばいいのかとということになります。で、これは僕の感想なんですけども、感想というか実際にその調べた結果ではないんですけども、うつの診断されているケースの中、僕自身がうつだという診断ですね、基本的には心的なエネルギーが落ちている人たちです。SDS なんていう外来でもやりやすい簡単な検査があるわけですけど、うつの検査なんですが、これをやってみてある程度のスコアになった人をうつとして、診断してですね、いるわけですが、細かく見るとこの中にですね、本当にうつ病という病名が適切だと思う人もおればですね、不安な人ですね、不安が中心になってて、その不安のために考えて最後疲れ果ててですね、エネルギー切れになっている人たち、要するにエネルギー切れですので、この不安から来るものもあると。こういうふうなものも実は他にもいろいろあると思うんですが、他にはいわゆる双極性障害、バイポーラーですね、というのもあったりする。もう少しなんか精神病的なものもあったりすると、こういうのがあるわけですが、大きくざっくり考えますと、やっぱり不安の人とうつの人がこの SDS の
などを使った診断の中では両方含まれているんだろうと。でそういうことですね。でそうするとまあその不安とかを持ってそのある出来事ですね、疲れる出来事、上司とのトラブルだとか同僚のトラブルだとかオーバーワークをしてしまったとかっていう中でこう、まあ、うつ病というよりはむしろこう消耗したような人たちっていうんですかね、の色彩が濃い人たちっていうのはどうもこう長年何十年っていうこういう仕事をしているとですね、まあ、大体1回で治療をして、で、まあ、その環境とかうまく整ってですね、不安とかがこう少なくなった人たちというのは2回目来るケースって割と珍しいんですよね。で通常はそうでないようなですね、まあ、うつ病領域に入るような人たちがどうも再発してくるような気がします。まあ、これもっときちっとした調査が必要でしょうけど、でまあ、そういうふうに考えていたときにですね、再発予防というのはを考えるとですね、このうつ病診断された人の中の、まあ、こういう人たちをですね、きちっとこれは鑑別診断というんですけども、鑑別診断をしてですね、でこの後その後どうなったかを見なきゃいけないだろうと。そうするときちっとした鑑別診断で難しいんですけども、その再発率ってこんなものではないんじゃないかなというふうに思うわけです。これが大体まあ 50% か 60% だとすると、多分70から80ぐらいの可能性があるというふうに思います。でそうするとですね、まあうつ病で本当に SSRI、SNRI はどの程度有効なんだろうかって考えるとですね、まあ、もしこの辺の数字だとしたら、本当にうつになった時の本当に急場しのぎといいますか、一時しのぎのような薬だとも考えられるわけなんですね。だから根本的にうつを治すその薬とは言えないかもしれないっていう点が1点です。でそこでですね、まあ、我々のところではどういうことをやっているかというと、この時期ですね、薬をもう減量してくる時期、それからずっとここの薬をやめた後の時期ですね、でこの時期に、ある仕掛けをするわけです。どんなことをするかというと、例えば、まあ、セロトニン、これはまあセロトニンとノルアドレナリンを上げる薬ですけども、セロトニン、ノルアドレナリン、こういうものをですね、たくさん作れるようにその材料を入れてあげようと。具体的にはセロトニンですから、これはトリプトファンですね、アミノ酸です。それからこちらはノルアドレナリン、あ、ごめんなさい、フェニルアナリンですね。こういったものをここでアミノ酸を入れてで、そのアミノ酸が順番に、トリプトファンであれば 5-HTP になりセロトニンになりますから、その過程で必要な栄養素ですね、まあ、ビタミンの B だとか鉄だとかですね、まあ、そういうものも、まあ、たくさんはいらないと思うんですが、こういう栄養素も入れてあげようと。でそういうふうにしておきますとですね、まあ、体が例えばセロトニンが必要だとすれば、原材料を入れておいてあげると必要な分だけその材料から作ってくれるので、非常に有効だろうと。で、まあ、今までその SSRI 使ってた人なんかはこれでカバーをしていこうと。で SNRI ですね、 SNRI を使ってた人はそれに、まあ、ノルアドレナリンを作るフェニルアラニン、こういうものも同時に少し入れてですね、様子を見ましょうということを、まあ、始めています。で、まあ、その経過はですね、まだやっぱり10年とかですね、20年とかっていう、まあ、経過で、まあ、語らなきゃいけないので、まだそこまでは見てませんのでですね、まあ、まだ何とも言えませんけども、ただ実感としては1年2年ぐらいも経ってますけども、
実感としては再発率はやっぱり低いんじゃないかなっていうふうには思っています。それと何よりも今までだとこれを心配してですね、再発を心配して、本当はもう普通だったら切るときに切れないんですね、怖くてね。でついついずるずると何年にもわたって飲んでいくと、まあ、これは海外から来る患者さんの、飲んでる薬から見てもですね、彼らもなかなか切らないんですね。で10年選手なんていうのも中には含まれてまして、これは日本でも世界でも同じような傾向があるのかなというふうに感じているところなんです。だからここから先は不安で皆さん取ると、でそこを少なくとも取らないでやってみようという時に、こういうアミノ酸とか鉄とか B 群ですね、うまく使ってあげることで、まあ治療から足が洗えるじゃないかなというふうに思っています。で、まあ、今のところはまあちょっとそういうトライアル試みなんですけども、これをなんか裏付けるような調査も、ある先生がこの前ですね、一緒に講演した先生が公開してくれてまして、そういうデータもちゃんと取ってる先生もいるようです。抗うつ剤を SSRI、SNRI をやめた後に必要なアミノ酸をきちっと、アミノ酸と他のものだったかどうか忘れましたけど、アミノ酸をは間違いありませんを取ることで予防ができますよという研究発表をしているデータもありました。ということで、今ですね、SSRI、SNRI 飲んでて、まあまあ良くなってきたけども、これから先どうしてみようかと、どうしようかという人たちにとってはですね、こういう考えも必要なんじゃないかなと。で、その辺の考えをもう少しですね、ちょっとした理屈から話してみますとですね、まあ、神経細胞があって、ここに、次のですね、別の細胞のところに乗り移る、ここにシナプスというのがあってですね、でこのシナプスはここまでは電気なんですけども、ここから先は神経伝達物質がピョンとこう飛び移るわけですね、こっちにね。でこの飛び移るのがですね、数が少ないと伝達が悪くなってうつ発生という考えなんですね。でだからこの中にこう飛んでるセロトニンの数を増やしてやるにはですね、どうしようかっていうので、この SSRI というのはこの数を増やす魔法の薬なんですね。本来はこの中の SSRI のセロトニンの生産量が少なくなってるから、本当は生産を上げてやることの方が大事なんだけども、そこには手を入れないで、ここの飛んでいるそのセロトニンの量を増やそうと、でそういうマジックをする。どんなふうなマジックを使うかというと、このセロトニンが飛んだ後ですね、たどり着くレセプターというのがこの相手側にもあるし、自分のここにもあるんです。再取り込みというレセプターがあるんです。で、こういうふうに飛ぶものとこちらの方に帰ってくるものがあると。でここの再取り込みのレセプターをブロックしてですね、取り込まないようにしてやる。そうすると行く先のなくなったセロトニンの数がこの中で増えちゃいますから、最終的にはですね、シナプスの中のセロトニンが普通の人のようになるという考え方なんです。なんかすごいことなんですけども、マクロで見ると。でも全体でちょっとゆっくり考えてみたら、なんか変だよねっていうふうに思うわけですね。普通、生産量が少なくなったんであればですね、その生産性を上げてやって、自然とセロトニンの量を増やしてやった方がいいんじゃないかっていう考え方です。で、今僕が言ったアミノ酸というのは、じゃあどこに効くのかというとですね、この中でこれがセロトニンの生産工場だとするとですね、この中の今書いたアミノ酸ですね、アミノ酸がですね、セロトニンだとトリプトファンですね、がここで順番に形を、ビタミンとかいろんな力を借りて形を変えて、無事にセロトニンになると。だからここにあるトリプトファンが全部あるんじゃなくて、この神経系がですね、必要とするセロトニンの調整というのはどこかにあるんでしょう。その調整機能に従って材料さえ入れてやれば、必要な分のセロトニンを出すと。これは栄養療法の考え方なんですね。
直接的に必要なものをボンと人工的に入れてやろうとするんじゃなくて、体は自然とそういうものを作るはずだと。だからそれの材料をしっかり入れてあげれば、必要なものを入れてあげれば必要な分だけ人間は調整して作るだろうという考え方なんですね。スコブルは科学的ないい考え方だと思うんですけども、でそういうふうにしてこれを常時入れていってやると。そうするともうこの SSRI をやめてですね、ここですね、 SSRI をやめて再発の危機にちょっとこう怯えなきゃいけない時期も、ここでせっせせっせと必要なセロトニンが作られて再発しないで済むという、理屈としてはそういう理屈なんです。それからもう一つ申し添えますとね、このセロトニンだけここで増やしてやろうとするとですね、非常に変なことが起こる。セロトニンの量がここで充満するとですね、アクチベーションシンドロという現象が起こるんですね。これはうつで落ち込んでた人がですね、躁っぽくなったり、それから眠れなくなったり、不安になったりですね、場合によっては攻撃性が増したり、それから自傷ですね、起死燃料、死にたい燃料が活発になったりですね、そういう状態になっちゃうと。でこれは必要以上にセロトニンが増えたからそういうのが起こるわけですね。で、そういうことを考えるとですね、特に10代の人たちには危険ですよなんていうことで販売禁止になったり、その後禁止は解けたけども警告がちゃんと書かれてたりするのが実は SSRI の持っているもう一つのまずい点なんですね。でそこでもうこういう副作用をですね、特に10代で心配される方はもうお気づきの方はもうアイデアが浮かんだんじゃないでしょうか。じゃあこれやめといてですね、これはやめといて、そうだこれ材料を入れてやればいいんじゃないかという発想なんです。で栄養療法でうつを治すときの一つのやり方として、こういう必要なアミノ酸と必要なビタミン鉄等を入れてですね、神経伝達物質を多く作ってやろう、多くてか多くじゃない必要な分だけ作ってやろうと。でその量は自然の流れに任せましょうというですね、やり方で作ると。だからそういうアミノ酸等を使うとですね、こういうアクチベーションシンドロームというのも基本的には出ないだろうと思います。で僕が今何例だろう、かなりたくさん使っています。何百かな、1000は言ってないと思うんですけど、それに近いぐらいこういう治療をしてますが、その中ではアクチベーションシンドロームは一例も今のところはありません。それだけではまだね、たくさんのものは言えないんですけども、どうもこの理屈通り今のところ言ってるようだということです。だからアクチベーションシンドロームなんかを出す心配をしている10代の人たちとか、もうすでに出しちゃってですね、でもうつが治らなくてどうしようかという人たちは、こういうアミノ酸とビタミン、ミネラルを利用した栄養療法的なアプローチもいい方法なんじゃないかなということを一つ付け加えておきます。ということで今日は SSRI と SNRI の使い方の話、そしてそれの使い方で治癒した後ですね、再発が多いというような話で、その再発を予防するために栄養療法が今のところうまくいってますよという話です。でそれと関連して、そのメカニズムと関連して、 SSRI、SNRI はアクチベーションシンドロームを起こしやすいんですが、栄養療法に切り替えることでそれも回避できるんじゃないでしょうかという、臨床的な話ということに今日はなります。じゃあ以上です。